はいどうも、タクタクです。うつろぎサーカスやっていきましょう。さあ、いろいろ調べて、行きたいは行きたいんだけど、妙な紫っつか。出歩くなんてありえないですからね、シルバーはね。あのシルバーが。お前にシルバーの何がわかるんやと。どこだろうね。いそうなところ。まあ、近いところは、あ、影かかってんだ。口なぎ。メインホールは覗いたけど誰もいなかった。まあ、念のため見ますか。確かに、いないね。外は？雨音が聞こえる。まあ、外には出れないんでしょうね。団長の部屋とか？お、いた！あ、なに？ちょっと急に待って。あれ？あそこにいるシルバーじゃない？本当だ、シルバーさん。待て、少し様子がおかしいぞ。やばいやばい。ぐるるぐるるる、やばいやばい。本物の狼男になっちゃったかも。シルバーさん？これって。やばい。おっと、団長。まったく、おちおち寝てもいられないじゃないかい。団長。まあ、間に合っただけよしとしようかね。ほら、おとなしくしな。ねね、このシルバー今朝のキャンディーと同じ状態なんじゃないの？私にもそう見える。ああ、その通りさ。しかしこんなに立て続けに起こるとは。キャンディーを見つけた時に居合わせた影響とも言えるかもしれんが、ふむ。アニス、口なぎ、あんたたちは念のため離れときな。ねえ、それでどうするの？またシホちゃんを危険な目に合わせるの？シルバーをこのままにしておくわけにもいかない。行く前、こいつの感情は少々危険さね。根本から落ち着かせなければ、見境なく暴れるだろうよ。団長の言う通りにした方がいい。シルバーの馬鹿力はお前も知ってるだろう、口なぎ。知ってんだ。さて、またあんたに押し付けるような形になって申し訳ないね、司法。いえ、大丈夫です。それが私にできることなら。カカカカ、助かるよ。すまないが、あまり時間はなさそうだ。目を閉じな。早速送ろう。はい。しほちゃん。大丈夫なのかな？あ、どこ？ここがシルバーさんの心の中の世界。随分と暗い。明かりがないと周りがよく見えないな。頭の中に声が響く。ああ、お前ほど力の強くが生まれたのは初めてだ。お前は一族の誇りなんだぞ。ねえ、父さん。いいこと？人里に降りてはいけないよ。あなたはこの山の中で暮らすの。そう決まっていることだからね。わかった？ねえ、母さん。お願い、話を聞いてよ。俺、怖い。怖いんだよ。シルバーの声。今のはシルバーさんの記憶だろうか。何に、怖がっているんだろう。助ける手がかりになるのも、なるものを探さなきゃ。なんだ？研究所？本が並んでいる。絵本のようだが、なぜか、ほとんどがズタズタに引き裂かれている。狼、男の掟。これシルバーさんの部屋にあったものと同じだ。あれでもこっちは表紙に大きな罰印が書いてある。何かの役に立つかな。一応持っておこう。どれどれ。小さな絵本。小さめの絵本。ああ、罰印が書かれている。こっち行けんの？行けず。檻みたいのがある。あ、何これ。破片。違う。ここは？あ、入れる。何か落ちている。暗いけど何とか読めそう。言いつけは守らなきゃいけない。掟を破ると罰が当たるから。罰が当たる。罰じゃなんだろう。どうして破っちゃいけないんだ。ん？何？どうして昼間に外に出たりしたんだ。母さんの言った掟を忘れたのか。これはお前のためでもあるんだ。お前も我を忘れて暴れたくはないだろう。父さん、でもさ、いいから部屋に戻りなさい。次からちゃんと母さんの言いつけを守るのよ。いい？母さん、わかったよ。扉が現れた。起きて、この言葉最近どこかで見たよな。起きて。起きて、起きて。ねえ、起きて。起きてと起きて。奥からうなり声がする。どうしようか。やめよう。仮に、これ進んだ場合、食われるんでしょ、多分。進む。
シルバーさん？シルバーはいるのか？怖がらないでください。助けに来ました。ん？目の前まで詰め、え？食われる。来るな。来るな、来るな、来るな。食われるのか？遠のいていく意識の中、シルバーさんの苦しそうなうなり声だけが耳の中を、こだましていた。バッドエンド。闇の中の牙。なるほど。食われるわけね。で、この進んでいくと、メイロだ。メイロは得意だよ。迷宮、左手の法則。壁沿いに手をつけて進んでいくと、必ずゴールに行けるとか行けないとか、今それを実践しているっていうわけではない。ぐちゃぐちゃだ。本は力任せに引き裂かれているようだ。なんか落ちてんの。いいのかな。あーね、これ太陽と月、これは何だろう。ボタン押せるみたい。おお、ちょっと待って。ボタンに触れると、記憶が頭の中に流れ込んできた。おねえ、母さん、どうして俺は昼間に外に出ちゃいけないの？狼は夜に生きる生き物だからよ。太陽の光を浴びたらあなたの肌は焼けただれてしまう。でもこの間出た時は何ともなかった。あの時は運が良かっただけ。次はどうなるかわからないでしょ。だから家から出てはいけないよ。わかったよ。なるほど。太陽を模したボタンがある。押す。ボタンを押した。あ、扉が現れた。正しいボタンを押すと先に進めるのかな。え？正しかった。月はダメなの。え、ちょっとセーブ変えとこう。月と太陽みたいに これだっけ。すいません、今知らないけど聞いたことある曲だから歌いました。乃木坂とかなんか欅坂とか、ちょっとその辺の人たちの歌で すいません、詳しい方教えてください。合ってんのかな。たまたま太陽を押しちゃったけど、月だったらどうなったんだろう。てん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 、こっちじゃないかな。この辺、あ、いけないね。名刺来たやん。ぐちゃぐちゃに荒れて果てている。暗くてよく見えない。なぜだろう。本棚に触れると苦しい気持ちになる。あ、ここは？ここもそういうこと？またボタンだ。母さん、どうしてお客さんが来た時は部屋から出ちゃいけないの？人が持ち込む炎はあなたに眩しすぎるからよ。闇の中で生きる決まりだから。でも俺、暗いのが怖いんだ。眩しくても明かりがある方がいい。ダメ、あなたの目は闇を見通す目だから。暗闇は怖がるものじゃないんだよ。だけど母さん、ほら、お父さんが起きてくる前に部屋に戻りなさい。お父さん。やめておこう。こっちは。消えた、た、うん、焚き火。こっちを押してみましょうか、じゃあ。こっちは正しいんじゃない？反発していくのが多分正しい。違ったらあれだな。やり直しだな。お父さんとお母さん違う一族なのかな。お父さんが起きてくる前って言ってたけど、昼と夜でなんか生活が違う。あ、ボタンに触れると記憶が頭の中に流れ込んできた。お前はいつまでこんなことを続ける気だ。あんな化け物、いつか俺たちに牙を剥くぞ。大声で言わないで。あの子に聞こえたらどうするの。どんな姿でもあの子は私たちの子供でしょ。きっとなんか、なんとか。は、名前をつけずによく言う。それは、夜に生きる生き物、太陽の光はいらない。闇に生きる生き物、明るい炎はいらない。孤高に生きる生き物、人の愛はいらないからもらえないのか。俺が化け物だから。それでも俺は愛が欲しい。押す。どういうことだ。名前がない。どういうこっちゃ。狼子供のとの、じゃもう喋んなくていいです、高田さん。人間とね、狼男の間のね、お話ですもんね。子供たちのね。こっちは？狼子供のと、もういいよ、だから。
自分で今しめちゃう。あ、いける？そっちいける？あ、いけるいけるいける。本棚も一応ね、チェックしつつ。ボロボロになった本のようなものが乱暴に詰め込まれていると。暗くて読めない。ん？あ、なんだ？暗い。どうして？怖い。怖いよ。どうして？俺は頭の中に声が。こういうのもやっぱ一つずつ回収していった方がいいのかな。こっちは？お、街灯みたいのがあるの。何これ、ランタンか。古びたランタンがある。光は灯っていないようだ。遠くで声が聞こえる。あのガキまた外に出やがった。村人に見られたのかもしれない。もう我慢の限界だ。おい、あいつはどこにいる。地下牢にでも入れておけばおとなしくなるだろう。暗闇を怖がるのはその目が光を知っているからだ。それならいっそ。あなた、さすがにそれは目をつぶすってこと。うるさい。あんな化け物が生まれたのはお前のせいだろう。最初からこうしてればよかったんだ。それをお前があれを俺たちの子だと言い張るせいで。ええ、わかったわ。暗い。どうして。父さんが一族の誇りだと褒め、恐れた両腕はいくら伸ばしても冷たい土壁にしか触れない。夜を見通すのだと母さんが言った両目はえぐれるように痛くて光の一筋も映さない。暗い。怖い。俺がいけなかったのか。母さんの言った掟を守らなかったから。どうして。朽ち果てたランタンに光が灯り、辺りをぼんやりと照らし始める。ランタンを持っていこう。元の場所に戻ってきたみたい。なるほどな。こういう過去があったんですね、シルバーには。これ今なら進んでもいいんじゃないかな。進む。シルバーさん？来るな。大丈夫ですよ。暗闇はもうありません。そっとランタンを上げると、ぼんやりとした光が薄暗い部屋の中を照らし出す。出てきた。俺は。ああ、俺も暴走しちまったのか。シルバーさん。世話かけたな、ジョーちゃん。俺はもう大丈夫だ。よかった。なあ、おかしいと思うか。こんな図体で暗闇を怖がるなんだよ。いいえ、怖いと思う気持ちは誰が持っててもおかしくないものだから。そこに暗闇を恐れるからこそあなたは明かりを大事にできるんだと思います。そうか、ありがとうな。お、またポワポワが。光る球体がふわふわ溶いている。これキャンディの世界にあったのと同じ光だ。手を伸ばせばかすかなぬくもりが指先に触れた。頭の中に記憶が流れ込んでくる。土の匂い、サビの匂い。時間なんてわからない。いつからこうしていたのだろう。いつまでこうしているのだろう。時折パンと水が投げ込まれる音がする。漁師はもう俺を化け物扱いすることを隠しすらしなくなったようだった。光を映さないことには慣れても、闇への恐怖に慣れることはなかった。そんな中、不意に混じるのは嗅いだことのない花のような匂い。おやおや、強い願いを感じてきてみれば、ここは随分と暗いじゃないか。好き好んでいるわけでもあるまい。ふむ、あんたからは色濃い恐怖も感じるね。誰だ、来るな、聞いたことのない声だ。そう怯えずともいい、あんたに害など具合はしないさ。私は強い願いの力を集めているものだ。そしてあんたからはそれを感じる。願い？俺の願い一体何だろう。考えたこともなかった。いや、それはいつでも心の中にあったから考えるまでもなかったのかもしれない。どうだい、あんたのその願い、私が叶えてやろうじゃないか。ついでにここの檻からも連れ出してやろう。その代わり、少しばかり私のサーカス団で働いてもらうがね。ついに気の狂った己が聞いた幻聴かと思った。それでも別に構わなかった。サーカスってのが何かは知らないが、俺は多分何もできないぜ。それに俺は化け物だ。それでもいいってのか。か、あまわんさ。新人教育も仕事のうちだ。心は決まったようだね。それでは問おうか。
名無しの狼男、あんたの願いは何だい？俺の願いは、俺は、決まりなんて知らない。光の下で生きたい。カカカ。闇への恐怖の克服じゃなく、光を望むというんだね。いいだろう、しかと聞き届けたさ。叶えてやろう、あんたがその願いを手放す日まで。おお、気がついたかい、二人とも。はい、シルバーさんは。ジョージャには迷惑かけたな。俺はもう平気だぜ。よかった。ショウちゃんは大丈夫？シルバーから変な影響受けてない？他に言い方なかったのかよ、口なぎお前。私も平気だよ。そっか、ならよかった。ってことは、じゃあこれで一件落着だね。さっさとお部屋に戻って寝よう。だんだん眠くなってきて、いや。はあ、相変わらず自由だな、あいつはよ。はあ、俺たちも部屋に戻るか。志保も眠れるときに眠っとけよ。他人の心なんざリスクなしで入り込めるもんじゃねえしな。うん、わかった。わかってなさそうなつら。まあいいか。狼男は本当に狼男なんですね。思っていたよりもタフな子だね。記憶を失っているがゆえかい？ふむ。自分の背負っていたものが何かわからないっていうのもまた救いなんですな。団長室の前は明かりをつけてくれてたから平気だったけど、暗い部屋に戻ると少し怖い。シルバーさんの感情に影響されてるのかな。眠ってしまおう。お、また記憶が。志保、やっと、なんとか。なになに？僕と一緒に逃げて。なんとかも、待っているから。はもう、なっちゃって。なんだ、誰かと一緒に逃げてたみたいだな。だけど私は、何？志保ちゃんは何があったの？おう、まただ、どんな夢を見たのか、だけ、すっぽりと抜け落ちてる。それに、なんだろう、やけに嫌な感覚だ。団長さんに相談をした方がいいかな。おー。なるほどね。はい！といったところで、今回はこの辺で終わりたいと思います。まあ、シルバーはね、狼男でしたけども、なんでというか、自分のね、生まれた境遇とか、で、まあなんか、外の世界に出て行ってはいけなかったりとかね、なんか掟に縛られてね、なんだろう、本来ここで住まなきゃいけないって言われているんだけど、外の世界に興味があると、あるがゆあるけど、それででもね、身内のものから虐げられたりね、害を与えられるみたいな、なんか外国とかでもねありそうだし、なんなら日本国内でもそういう家庭に生まれた人はそうなのかもしれんし、なんかシルバーはそういうね、多分象徴なんでしょうな。はい、というところで今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた次回もよろしくお願いします。したっけ。